サックスマン。放送禁止用語です。いや、ハリウッドザコ師匠のね、ハリウッドザ昔のネタですね。そうですね、テレビでは見たことないですね。そうなんですよ。でも YouTube に上がってたんですけどね。まあそのネタをマサ・サックスのパーカーなんですけど、いつも打ち上げでこうサックスマン、サックスマンとか言って遊んでたんですよね、当時。楽しい思い出を。はい、まあとりあえず新シリーズポールさんのジャニュアリーレインを紐解いていくのですが、なんとアビット純正プラグインのみで一本仕上げていったらどうなんねろみたいな。これが素晴らしいものに仕上がってしまえばレコーディングスタートいらなくなってしまう。高い400万の機材が、ね、もういらんかな。まあでもそれはそれできっとね、まあ、そうじゃなくてもここまでできますよというような。そうですね、まあ、そういうなんかちょっとしたね、羅針盤みたい、指針ですかね、になればいいですよね。方々長田進むが筆を選ばずにどこまでできるか。筆折れるかもしれないですけどね。あ、そういや、あの補足があるんですけど、はい、前回嘘ついちゃいまして、もともとハイレゾで撮ってるんですけど、ちょっと YouTube 仕様で 48kHz に変換しております。なんでそのままの音っていうのは嘘です、はい、すいません。というわけで行ってみよう。じゃあドラムをやっていきましょうかね。前回のサンシャインダムと一緒で、とりあえずキックからですかね。行ってみましょう。はい、まずは生音。まあ、生音も悪くないんですけどね。やっぱりここで必然的にコンプをかけていこうかなと。 BF76 っすね。これはもう誰もが使う、誰もが使う、わかんないですけどね。とりあえずかけよう。うん、いい感じで出たけど、もうちょっと戻り早い方がええねんけどな。まあいいか、よくないよな、そんなやっつけてやってたらあかんがな。いっぺんちょっと違うのさしてみようかな。こういう時に便利なのがプリセット、キックタイト、いけ。悪くないね。プリセット万歳。いいね。よしよし。別の純正コンプにしてみました。じゃあ、これ二段掛けとかしてみようかな、いっぺん。完全にトゥーマッチやね。やめやめ。じゃあ EQ に行こうかな。あー、純正でもいいけど、やっぱり FF かな。フーファイターズじゃないよ、フォーカスライトだよ。これもプリセットあったりないんかい、これ。あー、自分のプリセットやなこれ。まあいいや。よし、とりあえずローを上げ、注意切り、ハイ上げっていう雑なセッティングで。キレがあんまないな、むず。ちょっと行き過ぎやしな。むずい。一回純正の EQ 持っていこうかな。はい、これを間違えた。慣れへんからあかんねえ、やっぱ。もうこれギャン切りやね、ギャン切り。一遍とりあえず全部トゥーマッチでやってみて考えよう。意外とこの EQ 優秀ない。いいね、悪くない。とボリューム合わせて、もうちょっとアタック欲しいな。ちょっと Q が尖りすぎかな。こんなもんか。
これでマークスパイクステント方式作っていきましょうかね。さっき純正やったから試しにこっちは普通の BF にしてみようかな。もっと潰すか。悪くないね。よし、じゃあこのままこっちはフォーカスライトにしちゃいまして、味を変えようか。ちょっとやりすぎやから、なんとなくこんな感じで2本まとめてみよう。うん、いいね。これでじゃあゲート入れるか。なもんか。めっちゃ止まるね。めっちゃ止まるね。これぐらいやっとったらいいかな。で、マークおじさん入りイン。うん、丸くないね。これでもう気持ちアタックが出ればいいにな。ああ、今 EQ 追加掛けしましたよ。ちょっとやりすぎかな。でももうちょっと追加掛け。かな。とりあえずこんなところから様子見ていきましょうかね。はい、やっぱむずいな。勝手が違う。音の質感も違うし、まあまあ頑張りましょうよ。ありがとうございます、サックスマン。はい、お疲れ様でした。いや、久しぶりにやると疲れますね、やっぱね。なんか独り言が全部愚痴みたいな感じでしたよあかんな、あかんっすね、この動画やっていけるのか。そのとりあえずマークスパイクステントに関してはサンシャインダムのキックとスネアの回見てもらったら、なるほど、はい、皆さん分かっていただけると思うんでお願いします。今ちょっと今日雑でしたけどね、説明が、はい、どうですか、純正プラグインというのは。久方ぶりに触った感じですか。そうですね、意外と使えるんですけど、印象としては有料版といいますか、高いプラグインと比べてどう違うんですか。ね、全然自由が効かないやつと、はいはい、めっちゃ自由が効きすぎる無味無臭みたいな感じですか。アナログ的なというよりもデジタル的な変化が多いって感じですか。そうですね、やっぱり、まあ、いつも使ってる EQ がその SSL の、 エミュレートのギャッギャッギャッっていうこうなんかタクでやってる感じで感覚的にできるやつをずっと使ってるんで、この10年以上は結構めんどくさいですねその細かいこうなんかキューブを動かしたりとかなんか、あ、なるほどね、はい、操作が直感的でない部分が多い。そうですね、音楽的ではないって言ったら怒られるですけど、楽器のように扱えないっていうか、まあ、なんやかんややっぱ使いやすいですね。その考えられてるんじゃないですかね、やっぱ純正って。まあ、というわけでちょっとねこの企画もう疲れてきてるんでもういい最後までいけるのかどうかちょっと怪しいですけど、でもね、純正で頑張ってらっしゃる皆様がね、見てる方がいらっしゃったら、はい、これは楽しいんじゃないですか。なんすかね、まだキックですよ、だってなんですかねって言うなよそうですよね。まあじゃあスネアも楽しみにしていただいて、ガン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 作ってみますんで。というかまあ一回全部ブワーって駆け足でやってまとめていく方がこれは早そうな気がします。前回も同じようなこと言ってました、ね、結果そういうことなんですよね。逆に歌とか言ってますから、まあいいか、なんかバイブスでいきます。ありがとうございました。